聞いてください。米じいちゃんテーマソング。島の元気なおじいちゃんが、島の元気なおじいちゃんが、ある時目の前の若者にこうやって言っていました。その若者は島の郵便屋さんで配達をしていた若者。その人に向かってこんなことを言ってた。島の元気なおじいちゃんが2020年になって劇的な変化があったからこそ、今あなたがやっているその仕事がこれから大事になるんだって。島の元気なおじいちゃんが島の若者に熱を帯びて、情熱いっぱい身振り手振りしながら言っていました。ある日島の元気なおじいちゃんが違う人を見つけて、肩を組んでその若者にこんなことを言っていました。その若者は学校の先生、学校の先生を捕まえて、島の元気なおじいちゃんはにっこり笑顔でエネルギー全開。2020年は劇的な変化があって、大変な時代になったからこそ、未来は誰もわからないから、先生あなたの仕事がこれから本当に大切になるんだ、大切になるんだ、先生あなたの存在が大切なんだと。その先生は元気なおじいちゃんに言われて、目をキラキラ輝かせて、ちょうど最近疲れてたところだったんで、ありがたいアドバイスありがとうと、喜んでペコッとお辞儀をして、マスクをつけて学校に行きました。島の元気なおじいちゃんがそれから数日後、一人の女性を捕まえて、にっこりと笑顔になってこんなことを言っていました。その女性は子供が3人いて、子育て奮闘中、頼もしい姿。その女性に向かっておじいちゃんはこんなことを言っていました。2020年になって劇的に変化した、こんな時代だからこそ、あなたが今3人子育てをしている、そのことが大事になる時代が来るんだと。情熱全開子育てしているママをベタ褒めしていました。子育てしているママも嬉しそうに家に帰ってた。その出来事を見ていた僕はおじいちゃんを観察してると、おじいちゃんの元気の秘訣を発見することができました。目の前の人を、目の前の人のやっていることを全肯定して、あなたのやっているその仕事が素敵だと言っていました。おじいちゃんが言った後、男の子も女の子もにっこりワクワクスキップして耐えてる姿を見て、僕は幸せな気持ちになりました。聞いてくれてありがとう。